富山県立近代美術館、富山県立近代美術館、富山県立近代美術館、ザ・ミュージアム・オブ・モダン・アート、富山は、富山県富山市西中野町に所在した20世紀以降の美術作品を中心とした公立美術館出る。2016年、平成28年12月28日閉館、日本博物館協会、富山県博物館協会会員、 1981年、昭和56年に、富山県知見100周年記念事業として、旧富山刑務所跡に整備された、城南公園の一角に設立された。同じ敷地内には隣接して、富山市科学博物館がある。常設展示は、パブロピカソ、ロートレック、ルオー、シャガール等の作品のほか、シュルレアリスム作家の作品を中心としたコレクションで、ある。また、 一万三千点以上のポスターや二百点以上のデザインチェアを収集し展示していたこと、日本で唯一の世界的なポスターコンペティション、世界ポスタートリエンナーレ富山、略称、イップットを開催していたことで知られる。しかし開館より35年が立ち老朽化などにより、富山駅北側の不願運河関水公園西地区に、富山県美術館として新築移転することとなり、 当美術館は2016年、平成28年12月28日をもって移転、備えのため惜しまれつつ閉館した。設立の経緯としては、富山市出身の美術評論家、作家である滝口修造が、ジョアン・ミロやマルセル・デュシャン等との交友関係があったこともあり、近代美術館構想に関わったことからである。また滝口は、初代館長の養成をし、 美術館、完成2年前の1979年、昭和54年に開館を見ることなくなくなった。館内には、滝口修造の作品や所蔵品の展示室が設けられている。また、近隣に、別館、一般入館付加を持つほか、県民公園対抗産ランドのふるさとパレス内に、館外展示施設、対抗産、ランドふるさとギャラリーを開設し、 本館修造品を中心とした美術展を開いているほか、2013年、平成25年により、同施設と大鼓山ランドを利用して、県内の芸術家が新人育成と芸術家の刺激の場として企画した大鼓山ビエンナーを各年で開催し、2017年、平成29年により、ビエンナーレと山として、富山県美術館に受け継がれた。 本館施設内は3層だが、1階から中2階、2階の構成になっており、1階の企画展示室からその上部にある2階常設展示室、愛の中央部は、天井まで直径15メートルの円形の吹き抜けになっていて、天井はドーム型になっている。また吹き抜けの下部スペースの床は階段上に上下する円形部隊になっているため、様々な表現に対応できる。 1982年昭和57年には美術館建物が日本建設業連合会より第23回 b c s 賞を受賞している。2011年平成23年には開館30周年を記念してマスコットキャラクターのミル像が誕生した。モスグリーンの像に羽のような手のような耳と人間のような目がついたデザインで 日本グラフィックデザイナー協会会長を務め、2020年、東京オリンピックエンブレムのデザイン選考の審査委員長で、富山県立近代美術館の開館以降ほとんどのポスターデザインや印刷物を手掛けてた、グラフィックデザイナーの長井和正がデザインし、キャラクター名は一般公募にて選ばれたもので、見る像は富山県美術館でも、色調を水色に変更し継承されることになった。 当美術館ではこれまで225回の企画展が開かれ、最後となる企画展は2016年、平成28年12月3日より12月28日まで開催された、ありがとう近代美術館パートにムービングミュージアムが動くであった。など。など。世界ポスタートリエンナーレト山、略称イップットは、 東美術館にて1985年、昭和60年より3年に一度開催している世界各国より公募されたポスターデザインを審査表彰し展示する日本で唯一の世界的なポスターコンペティションで世界五大ポスター展の一つである。2012年、平成24年には第10回を迎え4622点の応募があり、2015年、 平成27年は3845点の応募があった。第12回2018年より、富山県美術館にて引き続き行われる。敷地面積4994メートル、建物、鉄筋コンクリート、鉄骨造り、地上3階、地下1階建て、東屋1階、建築面積2796メートル、延べ床面積8、 180メートル。敷地面積、1、891.47メートル。建物、鉄筋コンクリート3階建て、延べ床面積、1、266.1メートル。富山県は2013年、平成25年に、富山駅北側の富岸運河関水公園西地区の、三原市の丘に新築移転すると発表した。現在の美術館は、 建設からすでに33年以上も経ち、耐震基準を満たしていない、空調施設が旧式で、特に消火設備がスプリンクラー式であり、火事の最多の美術品にも影響を与えるなど、文化庁の基準も満たしていないことから、他の美術館からの美術品の借り受けにも支障をきたすため、早急な対策が必要であった。そこで、現在地での建て替え、移転新築などを検討し、 市街地郊外ではなく、富山駅に近く公共交通機関を利子県内外の人たちも気軽に訪れ、中心市街地の賑わいを、不満運河関水公園と共にもたらすことができるとして、現予定地に決定した。その後2014年、平成26年4月に基本設計の概要を発表。2015年、平成27年1月16日には、現知事が、 同年3月に着工し2017年、平成29年1月の開館予定であること、また館名の名称変更も検討すると発表した。同年11月30日に、県知事は、新美術館の名称として、富山県アートデザイン美術館を提示した。また休館日の変更、開館時間の延長の移行も提示した。開業時期については、2017年、 平成29年春にレストランとアトリエをゴールデンウィークまでにオノマトペの屋上をテーマとした上庭園を先行オープンし同年夏後半から秋口にかけて全面開業の予定であると発表した2016年平成28年3月には美術館名称を富山県美術館に正式決定2016年 平成28年9月2日には全面開館は2017年、平成29年8月26日、レストランとアトリエは同年3月下旬に屋上庭園はゴールデンウィークをめどに先行開業すると発表した。なお、富山県立近代美術館閉館後の土地、建物の利用計画はまだ決まっておらず、老朽化した建物を公共施設として、 再利用する場合、耐震回収に約4億円、その他施設回収に1億3000万円以上が必要なほか、維持管理費が必要となり、建物解体の場合は約5億円が必要とされ、2017年度内に方針をまとめるとしていたが、2019年、平成31年1月現在も決定していない。富山地方鉄道バス。 富山地方鉄道富山市内軌道線市内周遊、ぐるっとバス南回りルート、毎日6便科学博物館、近代美術館バス停下ジャトホ、約2分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。